方11試合連続無失点のケイケラーさん、緊急帰国。阪神のカイル・ケラー投手29が11日、家庭の都合で帰国するため、出場選手登録を抹消された。在籍2年目の助っ人右腕はここまで開幕から1軍にフルで帯同し、27試合の登板で1勝1セーブ8ホールド、防御率171。3連投となった10日巨人戦で、休養の岩崎に代わって9回を抑えて今季初セーブを挙げるなど、ここ11試合連続無失点と存在感を発揮しつつあった中での抹消となった。ケイ・ケラーに代わって、岡留が出場選手登録された。終わりの始まり。ケラーはもう一人いるからセーフ。おーん、空よぎるよ。雲行き怪しくて草。あっちの人って家族優先するよな。まあそろそろ打たれそうやったしええんちゃう？石井と湯浅が根性見せるやろ。うわ結構痛いな、8回任せれるやつおらんやん。初めからこうするつもりで今週連投させてたんだろ、来週にはブルワーあげる予定で。京セラの3試合だけ耐えれば来週からブルワーあげられるし何も問題ない、走行してるうちにハマチやら石井あたりもあげられるやろうし。連投しまくってたし良い休養になるやろ。ここから優勝逃すなんてことそうありえんし別に余裕だろ。いてもいなくても不安な男。ブルワーおるしこの程度ハンデくらいにしかならんわ。きっちりと抑えてから帰国するてさすがやん。2022年のクローザー、いない2022年のセットアッパー、いない絶好調の中継ぎ外国人、緊急帰国、もう終わりだよこのチーム。家庭の事情ならしゃあない。